ゆうえが。大丈夫か？また言ってきたらさよならだよ。なに？え？誰か、教えてくれ。一体、どうすればよかったんだ？さっきのとは違う展開？どうすればよかったの？なんかあれ、忘れるもんか。忘れ。あす。ちょおー、びっくりしたBGM よBGM があまりにもびっくりしたもん。なに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 、さっきよりやばそうなとこ来てるけど。ここは？あ、でも、戻ってる。ほんとお前ってやつは。無事か。こっちのセリフだっつうのは、無事とは言えねえかな。変なとこに連れてこられた。連れてこられた。あいつらあいつ、俺の刀がすり抜けちまうんだよ。ああ何度も言わせるだ。お前たちに危害を加えるつもりはない。あの人か？いや、違う！うおー、何？大丈夫？大丈夫？センシティブ。センシティブな。センシティブなコンテンツになんない？大丈夫？誰？ちょっと、想像してたより違う。幽体の少女。大丈夫か？魔物じゃなくてよかったね。うるさいな。お前の勘違いは先に解消しておこう。まず、ここは私の結界内部だ。どっかに転移などしていない。魔物から守るために結界を、あったってこと？元いた場所、あ、そうだね。元いた場所が、から結界張ってここに来たのか。次に、私は協力を超えたいだけだ。アクターに目覚めたそちらのところにな。アクター？武士付きで申し訳ないが、頼む！私を助けてほしい！切迫している様子だね。おいおいそう。さっきの化け物味方も死んでるぜ。そんな風には思えないでしょ、さすがに。結界張らないでしょ。アニマに人間が捕らえていてな。命の友達が守りを尽きようとしている。アニマ？まあ、待て。私を助けてくれ。なんで別の話になってんだよ。多分だけど、紙の断末魔、聞いたことがあるか？もうあんなもん聞きたくないんだ。僕は好きだよ。ダメだ、走りなんだよ。録画説明できてないぞ、こいつ。いや、そうなのか。そんなことはないよ。そもそもな、師匠に力を借りてしまう、こちゃんくせんこ、転がねえんだよ。誰かを助けて、つうのは、目立つてめえじいにあるもんだろうが。それができるんだったら、最初から接触なんしない。貴様、刀を振り回しただろ。その時は分からなかったのか。この世界における私の体は、物的干渉を許されてないんだ。だから、触れることができないんだよ。結局か。囚われまた死んでしまう。どうすればいいのだ。どうすればよかったんだ。悪いけどよ。嘘言ってるって考えるのが自然の状況じゃねえか。そもそもさっきバット規模で襲われてるしな、俺たち。つーわけで。いやいや、助けるでしょ。そう、助ける。うん。お、多いでしょ。お人たちみたいな、ほどがんは、ほどってもがんだろ。ほんとか。そうだ。そう、ゆうやは助けてるからね、ちゃんと。自分にはよくわかる。無力を痛感するのが一体どれくらい辛いのかを。死をまとなたりする絶望を、底知れぬ恐怖を。経緯はわからない。事情も正直あやふだ。それでも、助けを求めてすがる者を放たりなんてできない。絶対に助けるはすごい。絶対に助けるは強すぎる。お前ってやつは、その気じゃ仕方ね。とことん地獄に付き合ってやれよ。お前ダメだ。なんでだよ。アクターじゃないからでしょ。アクターじゃないから、ダメなんだよ。おお、どっか行っちゃった。向こうの世界に送り返し、ああ、なるほどね。神社の外にね。普通の人間、そうだよ。さっきみたいにワンパンされちゃうからね。でも人間が一人囚われてるっていうのは多分さ、あの人じゃないかな。え？世界が変わっちゃったよ。だいぶ。砂漠の世界みたいな、ここがアニマだ。ほう。はい。アニマって魔物だと思ってました。
何でも聞いてくれ。はあ、はい。じゃあ、まあ、ある程度かいつまんで聞きますかい？まあ、実況的にはあれなので、ある程度かいつまんでいきたいと思います。あー。何が何だか分かるのを連中に加えるの神隠しになっていきなりやられたっていう人もいるんだろうな。ここにいるトラーレはブチだ。私には分かる。おう。トラーレ、あの人じゃないかな。命の波動のようなものを感じるんだ。この世界に足を踏み入れた人の居場所が手に通るように。あの剣士の男、剣士かっこ剣士かっこ普通の人間なんだよな。え、島に何人かアクターが存在してんの？あの翔くんみたいなやつが他にも何人かいるってこと？どうも私化け物の意志だと思う。ああ、他の人は信用してくれなかったんだ。え、でも他にアクターがいるっていうのはさ、え、結構でかい話じゃないの？それって他にも仲間がいるってことになるよね。選ばれし人でそんな認識のもない。まあそうだね会話を終了するから増えましたんで全部聞きましたね。はい、じゃあ終了しましょう。名前何だったかな。で、幽体の少女は、しようか。わかった。今度この優秀。私も告げても、巣ごもり、あ！それなりに有名なはずだぞ。なぜ思い出されないの？すでに。まあいい。巣ごもりって、あれだよね。うん。あれだ、あれだ、あれだ、うん。多分だよ。強く念じる。と、あー！なぜお前が覚えてるんだ強く念じた覚えがないのだが。戦闘能力はこの目で確認している。頼りにさせてもらうぞ。一人だから気をつけていこうね。うわ、気をつけていこう。 RPG メニューコマンドが使用ね。あ、いいね。日常パートでもできるんだ。ステータスコマンド。はい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 。メニューからの実現手法はできません。あ、だから戦闘中フィールドで回復魔法を唱えるみたいなのはできないんだ。実技同様使用はできません。あ、そうなの？これもダメなんだ。フィールドで使うはできないんだ。俺、コンシューマーゲームやってんのか？で、これで、あ、すげえ！デロレロン。いいねー。あ、遊ぶな。うわ。妖精じゃないよ。これ、プロローグ出てきたやつだ。井戸だ。あ、井戸なんだ、これが。これが井戸って呼ばれるタイプの、まあ、敵的なエネミー。雑多に分けている以上には明確な共通点が存在する。非常に火力が高く、そして非常に弱体前。あ、逆にもうすぐやれと。あー、そういうタイプか。通常攻撃は基本に戦略に組み合わせ、大きな癖、基本的に必中です。クリティカルが発生しない。微量ですがスピード回復する。高火力で圧倒してくる耐久力に難があります。なるほどね。スピード勝負。まずは通常攻撃撃破してくださいなので、通常攻撃撃破します。下手なことせずに通常攻撃でいきましょうと。あ、でも2発かかるよ。いやー、本当に強いじゃんまあ、必中だからね。え？ユルギス、お前急に出てくんだ。そうだよね、ダッシュは可能だ。何を武器とするか。まあ、でも、魔法攻撃をね、取得することもできるということだよね。え、でもさ、サーの数復習を走るので、三つまでできる。あ、初期状態では三つまでなんだ。でもさ、待って、倒せなきゃダメだよね。倒せ、まあ、てかもう推奨されてんだけど。あ、そう、推奨されてんのね。これさ、死なない大丈夫かい？まあ大丈夫だよね。あ、ちゃんと倒したね。さすがにね。妖精の黄色いのかき消えた。いや、もうかき消える前にもお前が出てきた。思ったより大したことない。いや、結構強かったよ。いやいや、序盤の敵でさ、こっちの体力半分持ってくのはやばいでしょ。本能のままは魔物だ。人間の血肉に反応している。人間の血肉。強い個体の入れず、まあ、強すぎたでしょ、あいつ。強すぎたでしょ。姿を見合い、失望に追いかけられる。あー、ってことはね、こちらから逃げるとかはないのか。そうじゃなくて。え、あー、敵を倒すことにね。それは無理だよ。なるほどね。人型であったらダメですよ。なんかそのうち人型モンスターとかできそうだな。
なるほどね。HP 回復してんのかな。基本的には全て撃破するしかない。逃走はできません。はい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 。すでに緊張感を人をお楽しみくださいじゃないよ。あ、HP 回復してるね。イベントで回復したのか戦闘で回復したのか分かんないけど。うわぁ、なんだ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 。2体は一緒には戻しですよね。あ、さっき持ってるね。弱点を、こちらの高度回復を増やせる。生存しているメンバーの数分与えられます。フェーズバトル。これがフェーズとターンの話だね。だからこの弾が、だからそのうちパーティープレイになってくると、だいぶ違ってくるんだね。戦闘不利になっても不利になります。なるほどね。だから敵も2人いたら2つ増えるんだ。当然だけど。0.5 弱点をついて、あ、弱点をついたら、クリティカルヒットすると節約ができるのか。で、ミスすると2。全消費。攻撃で反射された場合。やば。凄盛りの支援のおかげで対象選択肢に弱点かどうか全然確認できます。両方から攻撃された戦闘不能になるので。なんでこんな硬派な。めっちゃ硬派じゃん。あ、びっくりってついてるね。めっちゃ硬派じゃないのそれ。え、待って待って待って。いや、待って。ダメージ85。でも弱点だからダメージが変わるわ。多分。いや、違う !0.5 だ !0.5 だから2回できんのか。そういうこと、99くらった。そうだね。回復挟んでる必要ないからね。戦いが離れたら悪さの短時間に修復する。強いねその分、敵の殺意が非常に高いのです。なんだよ、敵の殺意が非常に高いって。戦闘不能でも回復しないのか。いやー。硬派な戦闘すんな、このゲーム。ドラクエってやってんのか、俺は、このゲーム。くっそ、ドラクエってみたら火力しやがって。この戦闘が終わると BGM が穏やかになったり、戦闘始まるとさ、BGM がわってなったりするのいいよね。なんか FE みたいな感じだね。へぇー。あえて群れる井戸もいる。やばいね。いや、もう普通にやばいじゃん。硬派すぎるでしょ。そりゃリトライ性あるの助かるわ。やばいな、この硬派な。RPG。大丈夫かな?するわけじゃない、その頃。はい。ああ。え?何これ?ありがとう、笑顔をつなぐ構図なんて。頼りなんねえさぞ。全然頼りなんない警官じゃん、これ絶対。リュウちゃん。新月馬のオーナー、私はもう無理です、長官。おきなーうおー絶対頼りになんない。こいつは。あれや、京花ちゃん、みんなもそれどうしたんだい?お忙しいとこ申し訳ございません。いったく次、龍一どうぞ。どう見ても暇そうだったかな?やっぱいないんだ。家にいなかったんでしょ?はるかちゃん?私ではありません。はるかは、はるかが違うから。だから七山さんって言われてんだね。そう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 。どっちもはるかだもんね。目覚ませ、りゅうちゃん!ごめんよ、ホラーのこれ、いなくなったって?ちゃんと全部探してるのかい?千代裕二殿と江川夏美殿に将軍と将軍するためですが、そもそも昨日から学校に来てないのですぞ。歌舞伎隠しの顔をするぞ、こう、りゅうにと。ああ、本当に神隠しなどおじさんで手に入れたなぁ。あなた、一緒に探そう。と言っても知らん、広いからなぁ。今、一緒に心で、まあ、新しいですね、この無理だ。頼りになんないけど探してはくれるんだね。家にはいなかったってことか。いやー。まあ、その頃だね。レイレイね。レイレイって名前、あの子は全部付けられてんだな。え?何?何?って言っちゃった。びっくりさせないでくれ。何?来るか?あれ。井戸が近づいてる気配だ。え?あれ来るのか?あ、全身の守るのボス戦が行われます。びっくりするかもしれません、ごめん。びっ、え、なに?なにって言ってた。え、なに?びっくりしたわ。来るか。え、あれかな?さっきの。おー、来たー!トラウマやー!大丈夫か?大丈夫大丈夫、いけるでしょ。今回はでも若い、戦い方分かってるでしょ。
何あれはっていうのは見えたけど、ビーセス蛇の獅子の地獄公爵オリアス、なんだよそれなんだよその二つな。さあ地道に削るしかないね。地道にそこのサーナと攻撃をしてって、今回なんか奪えるのかな。トゥールが奪えるみたいだけど、トゥール魔術攻撃が100%、疾風属性、やっぱ2回攻撃してくるのね。地道に削るしかねえな、これ。これマジで地道じゃないの。マジで地道なやつこれ、もしかして。おいおい、サーナできた。サーナできただ。サーナできたって初めに出た魔法だ。え、なに？え、誰？かばう。騎士のような格好をせね。く、怪我はないか、雷。あれ？これとあるじゃん。清美。あれ？喋った今。はあ。これで普段の、あー、あの二人が急に出てきた。忘れられてるぞ、お前。多分動画見てる人から忘れられてるぞ。三人なら絶対勝てるじゃん。状態上はどれも強力で、ボス的にも行く。やった、ボス的マシさせよ、促進させよ、やめろ。はい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 。体勢も5着体になっても1のままです。ここで急に仲間来たの熱いな。どうする？ HP を回復させるべきか。でも3人分命令ができるってことになるのかこれ。いや、そうだ、3人分命令できるようになってる。うわ、強っ！なんかいっぱいあるで。突撃、カーボゲ、サーナ、プチナトス。戦闘不能から復活。うわ、パラディン的なやつかな。ラグ。あ、これ弱点取れんじゃないの？弱点取れねえ。慎重に行きましょう。お前誰？なんでお前だけ喋ってんの？え、お前なんで喋ってんの？何？あの、ちょっと待って。なんでおめえ喋るんだよ。ちょっと待って。なんでおめえ喋んの？なんでおめえだけ。なんでおめえだけ喋るんだよ。封印不要。あ、でももう封印になってるね。なんでおめえだけ喋ってんの？よくわかんないんだけど、おめえだけ喋れる理由が。弓通常攻撃。弓なんだ。あ、そっか、1個余ってるから攻撃できるわけか。火力充填、SP 最大の25回復してフェーズをしております。あー、なるほどね。すごいな。いろいろ急にやること増えたから、もう混乱してるわ、俺が。逆上！攻撃が高まったらしまい。やばいじゃん。大丈夫かな、ワンパンされない？補正には攻撃防御等の3種類を想像します。っていうことは、ずっと、あ、待って。ターンやフェーズが変動しますけど、もっとかければ強いってことなんだよね、つまり。ずっとパイキルとかかかるみたいな感じか。わー、なるほどね。バフ強いのかな、やっぱ。霧で身を守ります。へー、すごいな、強いな、そんな技あるのか。わかりました。いろいろあんなー。弱点みたいです。やめるんですね。わかりました。霧で身を守ります。テリア。攻撃から守ってください。すげー、なるほどね、こういうこともできんのか。めっちゃいろいろ急に回ってきたから、もう俺がなんかすごい困惑してくるからやめよう。勝った。待って待って待って、硬くね。 16！ めっちゃ硬いじゃん、あいつ。ってことはこれでカバープロジェクトするだけで、だいぶでも銃使うか。今ガドアレス、カドアレスって言ってた。ガドアレスでだいぶ防御上がってるはずだから、これで肩代わりできるのか。なんでおめえ喋ってんだ、見ても。こいつだけ浮いてんだよな。カバウが強い、普通に。危ね。守備1上げたとはいえ、危ない危ない。一応全員上げたからね、結局。結局ガドアレスで全員1上がったっていうね。そうするとなんか敵の攻撃が20時間、敵の攻撃上がったりしたらそんな食らわないからさ、楽だーってもなんかやってるわ、こっちは。あー、逃げるんかい。え、倒せたと思ったんだけどな、逃げちゃったよ。あの、ちょっと待って。思いっきり構えていたが。いや、まさか、あのさ、一つ言っていい？
お前らがまさかここに来ると思わなかったよね。あの、グラは、あの、グラフィックはあったけど、まさかここで、って思ったもん。いやー、急に誰ってなっちゃったよ。謎の助っ人みたいになっちゃったぞ。はははははは、私の予選無限に、これがアクターの、さっさと立ち回るまで演中。本当に敵ではなかったのか。ほらほら、言ったじゃないですか、カナメくん。ちゃんと話を聞いてあげないの。カナメくん悪いとこですよ。人の言葉はそれ当たる以上と思ってしまったんだ。ちょっと待って、この、なんかこの目の鋭さどっかで見たことある。そんな言葉に神あり。お前も学園長にこの目にも命じられたのか？学園長には命じられないんじゃない？何、知らない？じゃあ装置もなし、どうやってこのアニメに来れたと言うんだ？装置だと？スマホじゃん。スマホだよ、どう見ても。宿主がいるかどうかを確認する。宿主がいるか、渦が直接当人のアニメで転送してくれるんだ。ほう！最近の人間の技術はすがさまじいな。でもこれ未完成なんですよ。宿主の人が具体的にどこにいるか場所を特定できませんし。なるほど、通りでいつも見当違いのことが参加してるわけだ。未完成品だから。前はまっすぐ最後に向かうことが可能だ。なんと、なぜそれ先に言わなかったのだ。言おうとしたさ、耳がどこの誰だ。かなめくん。チーン。幽霊の方と戦うことができないみたいですね。まあそうだよ。これめっちゃ三人パーティーとか強すぎでしょ。清美と同じ意見だ。まさかこの二人がそんな重要人物になると思わなかったけどね。まさかの。お助けユニット的な？ハフリ、でもさ、お助けユニットにしたらこいつ喋りすぎなんだよな。いや、清美さん、あなた多分ね、喋りすぎだと思うんだわ。とらわれ、この道をまっすぐ進んだ先にいる。うわー、なんかすげーすげー、なんか大所帯になっちまった。